が〇〇やってみた。ラテアートやってみた。グッドアフヌーン、ギッフィーだよ。それではラテアートを習いに行きます。お邪魔します。え、おしゃれ空間、なんだかいい匂いもするぞ。美味しそうなパンやデザート、あ、素敵な雑貨や服もあるやん。なんだかパリみたいにおしゃれなお店やね。誘惑に負けず目的のラテアート作りだ。可愛くて美味しいラテアートを絶対作るんだ。先生、ラテアートの作り方を教えてください。ふむふむ、ミルクを。へえ、おお、なるほど。ふむふむ。え、すごーい、完成だ。これができたらモテそう。これってめっちゃかわいいはずだよね。ミルクの入れ方だけですごいよね。はい、次は僕の出番ですよ。お手本しっかり見てたから余裕だぜ。こんな感じで持って、いけー、ハートになるんだ。確かこんな感じで入れてたよね。スタッフさん、なかなか順調ですよ。あ、やば、こぼしてまった。最後に仕上げの縦入れだ。まあでもなかなかのハートだよね。まあまあ、みんな安心してよ。ここからデザインでリカバリーするからね。みんな、僕が何を描いてるか考えてみてよ。確かこうだよな。もうすぐ完成しますよ。あ、最後に髪の毛を描かなくちゃね。はい、完成です。上手に描けたもんで、みんなはきっとすぐに分かったんじゃないかな。真正面から見てみよう。正解は UC 岐阜背番号2、橋本航選手でした。特徴を捉えていて、僕的には完璧な出来だと思います。今にもサイト駆け上がりそうやよね。ということで、ラテアート作りは大成功。お家でもできるみたいだから、みんなも挑戦してモテ男子になろう。バイバーイ。というわけで、今日はサンラリーグループル・ポワンルージュさんからお届けしました。アビアント。 FC ギフ TV チャンネル登録してね。